クラウス・ヘルビヒは、ドイツのピアノ奏者、エステン出身。地元で、デトレーフ・クラウスにピアノを指示し、パリで、ピエール参観の訓導も受けた。また、キジアーナ音楽院でグイド・アゴスティの指導も受けたほか、ビルヘルム・ケンプの経外にも接した。1965年のロンティボ国際コンクールの、ピアノ部門で第7位入賞し、翌年のビオッティ国際音楽コンクールで優勝した。 ソリストとしての活動の傍らで、室内楽も盛んに演奏し、バイオリニストのキム・ヤン・ウクトのデュオ、サイクンのミー・ジョーリーとのピアノデュオ等を継続的に行った。2007年には、クリスティアーネ・エディンガーとルイス・クラレットとで、ベルリン三重相談を結成している。1980年から、ベルリン芸術アカデミーで教弁を取る。ピアノ。 ジャバック、ピアノバーラグ、P114、億力2億298,499、クラウス・ヘルウィック、2017年8月3日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年8月3日閲覧、クラウス・ヘルウィック、2017年7月29日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年7月29日閲覧、 bach-can-tatas.com ありがとうございます。